カモリオンです。マモシです。こんにちは。じゃあチャンネルティオリブです。前回かな、テーラーステルス2のヘッドにパラダイムのシャフトを入れてどうやねんというやつをやりましたが、はい、今回はパラダイム3機種に対してステルス2とステルス2プラスのシャフトを試打していくと、はい、まあ今回は、幸いなことに、両方シャフトは三菱です。前は三菱対藤倉みたいなとこもあったんですが、今回は三菱のみに嫌われます。で前はね、ステルス2プラスが全然あかんと、シャフトが合わへんと、柔らかいシャフトには、はい、ということだったんで、今回もしかしたら、トリプルダイヤには合わない可能性まで出てきますが、ちょっとその辺をね見ながらやっていきたいと思います。はい、ステルス2プラスの純正のディアマナ、TM50S にパラダイム普通のやつ、はい、いっていきます。これシダがね 10.5 しかないんで、なんか9が入ってこないやつ、9がね全然入ってけへんのよ。10.5 やな。10.5の上がり方やな。あらにしては飛んでますけど、うん、まあ3200出てこれはしかも触れてないわ。19度で3200なんで、これはあかんな。ヘッド的には飛ぶんやろうけど、ちょっとうまく打てませんでしたね。そうやな、確かにこんだけ球上がってスピン量これで253やったら立派かもしれない。このヘッドスピードです。そう、いや、なんかうまいこと減らしたろうと思ったけど減らせなかった、スピンを。打ちにくい、打ちやすい。いや、打ちにくい感じですね。打ちにくい感じある。あの、それこそスピンを減らそうと思ったけど、うんうん、こんだけ入るんで、うんうん、ちょっとシャフトがこういう動き方するな。なるほどね、ヘッドの動き方が。パラダイムの X、はい、打っていきます。テーラーはもう HD が最高やったからね。これは HD のあれになるんですか。どうなんやろな、位置づけは。そうちゃん、なんか X ってついたらちょっとハードなんかなって最初思ってんけど、ね、僕らシャフト A やからハードに感じて今 X って聞いただけで、実はこれが一番優しいモデル。あ、そうなんですか。いや、はい、これに入れたら動き方はいいですけどね。ああ、いいんや。顔がな、さっきのも思ったんですけど、でかい、でかい、後ろが長い。こう、弁当箱っぽい感じに、エイリアンみたいな。そうですね。ちょっと、ヒール開いて入った感じ。開いた、はい。ちょっと2024って書かれたら見栄え悪いですね、急に。ちょっと開く。もう一回いく？はい。素振りと打つ時の感じが変わるんで。違う。気色が悪い。はい。さっきの踏まえて。じゃあもう、秘訣はね、やっぱり女向けて。もましこっち、お尻向けんでええから。向けてないわ。これが本物のヒップアタックを下げすんな目で見られましたよ。自分から喋り出そう思ってへんから。ヒップアタックな、はい、なるほどな。よっす。めちゃくちゃ飛んだんやけど、やっぱヒップアタック恐るべしやな。すごいな。数値が17度で2000、最高よ。左にはちょっと行ったけど、ちょっと右を嫌がった結果かもしれないけど、フックじゃないからな。そうですね、うん、左まっすぐ振り遅れんようにってやったらやばめっちゃ飛びました。さすがやな。さすがもプラス性欲。性欲打法言われるかと思った。プラス性欲打法。
すごいわ。すごいわとか言われてください。性欲ごっつい。性欲強いわ。いや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 。まあでもトリプルダイヤがやっぱり楽しみ。楽しみにしてますけどね。でも一番合わへんだよな。多分ね。うん、はい、パラダイムのトリプルダイヤモンド。はい。打っていきます。これ皆さん一番興味あると思うね。いやわ、これあかんわ。あかん。ダメだね。もうダメですね。もうあかん。とりあえずシャフト通りというか何も考えずに、うん、いやもう合わんもんな、タイミング左もう合わん、タイミングが、いや、球はいいえ見えた球やで。あまあでもめちゃくちゃええでやめて、見てこれ 42.6 ってこれ、ね、めちゃくちゃええで 42.6 で255飛んだら、うん、これ夢あるで、まっすぐまっすぐ、サイドスピン19ですからね。これ夢あるな、この組み合わせ。ちょっとあって感じやったけど、あ、まあ、シャフトとの相性はあんま良くないと、うん、まあ、レオン君がうまく打っただけってことだよね。そうですね、合わせれただけってこと。なるほどね。あんまりいいなとは思わなかったですけど、はい、ちょっとモモスに変わっていきたいと思います。はい、はい、ノーマルから打っていきます。はい、もうしなるしなる、はい、先がしなる、あんのええんちゃう。はい、合ってる感じです。確かに顔はお弁当箱や。いやもうようあるないで。ほんま、なんかめっちゃ先に当たった。今度当ためっちゃしなった、先がシュンって飛んだ。飛んだね。飛びました。わ、しかも 10.5 度で球が当たってくるので。ほんまや、10.5 かこれ。合ってるんかな。 10.5 ぐらいが合ってそうやな、なんか、ね、でもめっちゃ走った。ちょっと P が高かったかもな、大文字にしては。僕の P の位置になってるから。これでも多分シャフト的には走るようなシャフトじゃないはずやけど。あ、そうなんですね。多分めちゃくちゃ走ったよ、ほんま。はい、プラスに入ってるぐらいから走らしてないやろ、おそらく。確かに、まあ色的にもね、うん。じゃあ次 X 打っていきます。はい、この X が一番ええ可能性あるからな、今。そうですね、下馬評高いですよ、決めとるからな。でもシナルポイントは変わった。変わった、また、はい、真ん中ぐらいになりました。また真ん中だったヘッドが優しだったらキックポイントが真ん中によります、なぜか。って言葉はあれでしょうね、ジェルの位置がそういう風なところに、なんかどこに行ったらモモス的には真ん中に感じるみたいな、ジェルの位置であるんかもしれない。ジェルがまあヘッドの形状でなんか重心の位置とかそんなんで変わるんやろな。いい音には聞こえんかったけど、ええ球や、意外と良かった。ええ球や、これ。そういう音なんかな、パラダイムじゃ、うん、あんま飛んでないわ。でも飛んでないです、うん、いつも通りいつも通りすぎて分かりにくい。しなってくれたって感じだった。どっちが好き。さっきの方が。ああそうなんや、はい、先が、まあ、先動くもんな。もうそっちの方が好きやもんな、はい。はい、はい、トリプルダイヤ打っていきます。はい、いや、一番しっかりした。ああ、そうなん。しならないです。嘘、めっちゃ遅れてきたんやけど。マジで元調子好きな人にしたら遅れて入ってくるように感じた。私のポイントはどこ。あ、だから元調子に寄ってきてんのんちゃう。ああ確かに硬いって感じてる。ちょ、待って、確かに。え、これすごない。確かにね、要それひらめきますね。そういうことやろ。確かに、私だって先しか。そうやんな、柔らかいって感じひんから。うわー、怖っ。ヘッドでキックポイント変わりますね、これ。変わります。沼る。出た。しならへん。珍しい。いや、前もパラダイム打ったら鬼だ、ようワンタッチしよったで。確かに。ザザザいったザザザやった。あかん、もう一回打つ。いやダブル素直やな
シャフトの動きも嫌いやし、ヘッドも嫌いやし。合わへん。合わへんな、合わへんが強すぎんな。しならへん。難しい。はい、2球打ってもダメでした。ダメでした。またね、あの尺長なったんで、はい、2本目いきます、この後。はい、じゃあ、まあ今回もまあ X が良さそうな、うんうん、感じやったね。そうですね、はい、僕は特にそうだったような気がします。はい、ももしはノーマルの方が良かったな。ノーマルの方が良かったです。はい、シャフトが、シャフトの動きがヘッドによって変わりおると、はい、トリプルダイヤはなんか微妙でした。一番やばい、はい、まあ、これも僕はやばかったです、うん、柔らかくて、うん、おいしょって合わせてなんとか、うん、だからしっかりしたシャフトの人には合うヘッドなんやろね、うん、きっと、うんうんうん、でやっぱアスリート向けっぽい感じなんかな、ね、もしかしたらね。じゃあ次回、はい、ステルス2とステルス 2HD についてる赤転生をキャロウェイのパラダイムで3機種で打っていきたいと思います。はい、この動画が面白かったよって方はチャンネル登録と高評価お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。